伊勢遺跡伊勢遺跡の一伊勢遺跡は、滋賀県森山市伊勢町、阿村町、立東市野尻にある遺跡。国の史跡に指定されている。縄文時代から室町時代にかけての複合遺跡であり、特に、弥生時代後期の国内最大級の大型建物群で知られる。滋賀県南東部、安川の形成する備光地に位置する。1981年に遺跡として確認され、 これまでに多数の発掘調査が実施されている。一石域は東西約700メートル、南北約450メートルを測る。特に、弥生時代後期の一石の二世紀代の大型建物群として、中央部に二重作方形区画の中に整然と並ぶ建物群、その東に廊下が認められているほか、方形区画を取り囲むように演習場に並ぶ。 独立胸持柱付建物群、北側に縦穴建物が検出されている。これまでの調査において検出された大型建物は、計13棟を数え、その様相からは、大南部地域における政治、祭祀の中心地であったと想定されており、義式は人伝に見える国の一つになるとして注目される遺跡になる。森山市域では、弥生時代前期には、 服部遺跡で広大な水田跡が、弥生時代中期には、下野号遺跡で大観号集落が認められているが、その後の弥生時代後期に突如として、伊勢遺跡が出現する様相を示す。また、同時期には、伊勢遺跡の南西 1.2km の下張り遺跡で、金属規生産が、弥生時代後期末引く、古墳時代前期には、課長遺跡において、 伊勢遺跡衰退後の主長居間跡と推定される遺構が認められており、伊勢遺跡を含めて村から国へと発展する過程を知る上で重要な遺跡群になる。遺跡遺跡は2012年に国の史跡に指定されている。出土土木森山市立埋蔵文化財センター展示。弥生時代後期の遺構は、中心部の方形区画と方形区画を取り囲む大型建物群から、 構成される。中心部の方形区画は二重の柵で区画されており、その空間の中で L 字状に整然と配置される大型建物4棟が検出されている。またその東約30メートルでは一辺9メートルの正方形総柱建物が検出されており、廊下に似る多層構造の建物とみられる。これら中心部の建物群は主張が政治、 採取を行うための特別な施設群であったと想定される。方形区画の周囲の大型建物群は、方形区画を取り囲むように演習場に配置される。いずれも、ほぼ同規模、同形式の独立棟持ち柱付付大型建物で、伊勢神宮聖殿にも似た構造になる。各建物は18メートル間隔で配置されており、高度な測量技術が認められる。 これらの演習場建物群は、祭伝と想定される。その他、演習場建物群の外側北方には、当時国内最大級の大型建,穴建物がある。一辺13.6メートル、床面積約185平方メートルを測り、屋内に胸持柱を有する特殊な構造の建物になる。この建物の床面は粘土を張って焼くという、小床であるほか、 壁際にもレンガ状の壁材が並べられるという類例のない技術が認められており中国の紅れない焦土に似ることから大陸とのつながりが指摘されるこの大型縦穴建物は主張の館と想定されるまた遺跡の正半部では多数の縦穴建物群が認められている 一般的な方形建物とは異なって五角形建物が、京急と検出されており、日本海沿岸及び、大海南部地域の弥生遺跡の特徴に合致する。その他、遺跡の西側では、方形集項墓が、東端には幅約7メートル、深さ2メートル以上の大溝、南側には、流路が認められている。一石一からの湿度器には、 近畿地方を中心に展開するヘラ磨きで仕上げられた土器のほか、大道地き特有と考えられる、受口城公園と呼ばれる独特な公園部の土器がある。受口城公園土器は、伊勢遺跡の営まれた弥生時代後期には、中期よりも広範囲の地域で出土していることから、大道地域を結節点とした活発な交流が指摘される。ありがとうございます。